通りは混在している。金本位制では、金の量は一定なので富も最終的には一定、それを取り合うという構図が正義だが、現在はその量を超えてお金は存在する。1000万円の支払いを約束する小切手の担保は100万円でしかない。そんな事態を、どう乗り切るか?というときそこに人本位制での、価値の形成、はそれをバブルでも、支えるのだが。その道理は、金本位制の道理と衝突し、そこに何かの溝を作る。金本位制も、最終的には、人が金に価値を認めているから、こそ成り立つ話。本来は人本位の方が上位だ、が。平成初期に起きたバブル経済の破綻はそれだけショッキングだったということなのだろうか。王の権威、その喪失が、それに依存して膨らんだ何かを、消滅させてしまった。ありえない、あるいは断言がそこに